おはようさん、こんにちは、こんばんは、アラフィフでございます。ボーダーランズ GOTY エンハンスド。噛むな、やっぱり。続きをやっていきたいと思いますね。これは、パソコン版。ちょっとね、設定を一部変えましたけども、まあまあ見ていただく方にとってはまあ画質が上がるような設定にいたしましたので、字とかちょっと小さいのがそこそこ見やすくなったんじゃないかなとね思いますけども、ちょっとねその辺わかりませんけども、はい。確かにクリムゾンランスの連中はいい武器を持ってるが、もっといいのがありますぜ。大丈夫ね。このところですね、ボーダーランズの、3をねプレイしておりますので、しばらくこの辺はやっておりませんでしたのでね。久々にちょっと再開してみたいと思います。ダウンロードコンテンツ3番、ジェネラルノックスと秘密の武器庫というやつになってますね。いくつかサブクエがあるのかなと。あるんだね。ね。ロードレイジ、ロードレイジ、まあこの辺かな。電気ガエル。一応受けていこうかな。はい。受けられるものは受けていきましょうかね。他にもあるよね。まあ、退院する前にスクーターのところに行けばっていう感じか。それともこちらにある、なんかこの辺にあるのかな。何があるね、ここは一体。まあいいか。でバウンティーボードはもういったからな。OK かな。まあとりあえずこんなもんかな。バウンティーボードで受けたのでね。スクーターとこにいて、アテナのところに隊員かな。おい、目ん玉飛び出るかと思ったぜ。それじゃあさっさと始めよう。武器庫を破壊するために果たさなければならない任務が2つある。その1。アトラスの武器庫にある爆弾に信号を送るための起爆装置を作る。部品を集めて装置を組み上げるには奴らのコンピューターネットワークに精通している必要がある。だからこれは私の任務だ。その2、武器庫のアクセスコードを手に入れる。私が隊を離れた後変更されたからな。これがお前の任務だということのようですね。よう、好きに見ていきな。どれをそしたらやっていくかということがあるんですが、よいしょ。脳みそは関係ないかな。コア集めは途中ですわ。これ、ランデブーはこれ、あ、一応隊員はまだが、これ隊員せなあかんということやな。隊員しとくわ。面倒に首突っ込むなよ。はい。はい、おお、わあ、これは、コードブレーカーと調査は北にあるランスのバンカーから始めるといいだろう。うまく潜入することができればアクセスコードに関する記録が見つかるかもしれない。オッケー。だらこのこんだけですね。ロードレイジが場所がどこというと、三軒 C、 電気ガエルも三軒 C ということになってるかな。高圧目は普通に。で、リッジウェイでこの2つか。こっちからやっ
ていこうかな。バンデットのパトロールをやる。寄ってけよ。噛みつきゃしねえって多分。オッケー、乗っていくよ。こんなところですかな。走り出そうぜ。レーサーじゃモンスター。お腹が空いたら言ってください。残り物を差し上げます。お金がなければ言ってください。操縦席に給料の良さそうな仕事を提供します。退屈だったら言ってください。私たちが歌います。そんな私たちはアトラスです。アトラスね、3ではね良くなりましたね、とうとうね。この頃はまだまだ悪の組織みたいな感じになってますけどね。本当はライフルが撃ちたいのにカービン銃しか撃てない自分にうんざりですか。お試しあれ。弾切れになるまで、まあとにかく行こう。ザ・リジュウェイ、ここでも一応あるんやな。リッチウェイで、リッチウェイで2つやってった方がいいのかな。リッチウェイがこっちやな。仕返し、カイロス、タイフォン。カイロス、タイフォン。もうここやから、まあ、この辺やってった方がええっちゅうこっちゃもんな。手持ちの銃はというとやね、一応チェックをしていきたいかな。今持ってるのは、まあまあ、のばっかり持っとるよね。レジェンダリーばっかり持ってるもんな。今は多分イコライザー。これ。弾減らへんからね。普段使いには最高やね。3ついてるからね。こうなんかこうね、弾不足に陥ったらもうこれを使うというイコライザー、これが一番いいと思いますね。でそれも3ついて、なかなかね、3のついてるやつとかね、そうね、リアル、溶けた溶けた、文字通り溶けた感じ。はい、スピードコア、これもスピードコア。武器箱を開けていきます。戦利品は私のもの。おー、まあ別にもうここまで来たらね、そう、青はもうほとんどまあ取ることもなく、これも開けていこう。 OK ね。
カイロスというと赤のファイヤー耐性のあるやつかな。だからこのまま行った方がいいのかな。まずはカイロスやと思うねな、オンのな。取れないよはい、取れた。出てくるのかな。出てこない。これだ。よし。コア、パワーコア。パワーコア少ないね。ちょっとレアやね。はい。ショックコア。オッケー。まだまだコアの数は足らんな。で。敵倒したらタレットも消えるからね。タレットを出したやつが消えればということで、来た一中だもん。どうだ。OK。ちゃう。コア。パワーコア。赤い、開いた。OK。で、もうすぐここかな。あれがそうかな。カイロス。三体制か、あいつ。うぐいな。OK、 カイロスは OK。 よし。カイロスの武器は結構ユニーク武器になるのでね、一応取っといた方がいいんじゃないかなと思いますね。カイロスとタイフォンはね。見て、逃げるか。アテナの妹たち。しますね。あの東洋的な場所ね、3で出てきた場所やけどね、惑星やけども、あの東洋的な場所と、なんとなくこの忍者アサシンの雰囲気が合っているような気がしますね。ここで襲われたかそれしても。コアはもう取れないのかな。出さないね。OK、 そしたら次は次はタイフォン。タイフォンが赤いかな。どうなんやろな紫。まあまあ取らなくてもええかな。ここはいらん。よし、車無事やな潰れてへんわ。潰れてるかなと思ったんやけどな。コアはない。よっしゃ、はい、
行こう。拾った。そこのやつ。ここは拾っていかなあかんからね、うん。真上でもないし、下？あ、おった、あんなとこにおった。邪魔キャッチアライドがあるんかいな。どこぞに。そこか、えらい遠いな。とりあえずキャッチアライド、チューンアップしようぜ。ほい、歩いてらんないよね。行こう。この当時のやっぱりカスタマイズがほとんどねできませんな。車のカスタマイズがね。コードブレーカーがどっか、もうちょっと先か。コードブレーカー解析にすると、ロードキルが最適かな。この辺なんかな、コードブレーカー。この辺やな。ここか、取りに行こうか先な。間違えた。こうかよし、アイスクリームがどうこうというやっちゃうね。確かね、そういうエコーがあるのかな。それがここや。アイスクリームデイ、イエス、アイスクリームデイ、ロックロード、オッケー。今日のモードはアイスクリームデイ。おい、何やってんだ。ちょ、お前、
今の録音してたのか？マジかよ。何してくれてんだ、デリック。もういい。お前にはアイスクリーム分けてやんね。ロッキーロッキー。OK。次が、これね、逮捕して、レベルアップ。やね。ここか。取ってったらやな。いいから、アイスより今日のアクセスコードをくれよ。何言ってんだ、デリック。今日はお前がアクセスコードを持ってる日だぜ。俺はアイスクリーム休暇を取ったからな。マジでマニュアルの第3号5の31にちゃんと書いて。待ってくれ。じゃあコードは、箱、あ、お前が持ってた。俺は見たぜ。なんてこと、とんでもない。一応取っとく。どういうことよ。ちょっと抜け出して。オッケー、なんもない。なんもないっていうか、あるけどもいらん。そこに忘れたのかも。よし。アクセスコードをなくした？俺たちみんなの命に関わるあの大事なコードを？ワールドラージェスト誰かに置いてきたって。もうこれ、この時はもうロードキルが一番一撃で倒せるからな。また私だ。アドミラルからバースデーカードを受け取った。特別なお友達へお誕生日おめでとう、燃え上がれと書いてある。ドラゴンが炎を吐いてケーキの上のロウソクに火をつけていたよ。私には全く理解、核兵器で芝刈りをするようなものではない。だいたい今日は私の誕生日。さあ次が、ここから出るためにも貴様を殺さねばならん。何なら自ら命を絶った。で、よし。次はタイフォン。これかコアね。コア2つかな。こいつらはロボットやからコア落とさへんもんな。でほならタイフォンをやっちまいましょうかね。これはあかん。はい、体勢持ちやね。こいつも体勢かい。怖っ。これでいこう。イコライザー、弾回復。
でるね。ここは落ちたい。ほい。どうでしょう、これもこうかな。よっしゃ、はい、でこのコアね、ここはえらい3体制がたくさん出てきますね。何が多く、どこかに多分どっか下の方かな、下の方かなんかに、あ、こいつでいいのかな、始末しろ。大変これ、こいつが3体制、こいつに、ほい、まだかな、逮捕まだか、よっしゃ、雷かい、回ってきたよ、ここは軍の兵団地区、ハハ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 、コアで、コア、これもコアね、パワーコア、だいぶ半分ぐらいは来たかな、コア、コア集めもね、ほいっと、これ欲しい？このコアを踏んづけたら急に速くなるからちょっとね、怖いね。コアをね、踏みつけるとね、まあ、もう取っちゃうとね、こっちで確か武器箱があったと思うねんわ、ね、ここはここにはないなもんかいな、なもんかなと思うんですが、チボもうこれ開けたからないな、よっしゃ、こんだけやと思いますわ、よし、でこれでまあカイロスタイフォンをやってたので、三剣士か、せやね、行きましょう、この果てやな、ロードレイジということは車をやってかなあかんってことやな、
1の時の車線は2の時に比べるとだいぶね大変なんですよね。ここで、あとでっかいでっかい足高雲みたいなああいうやつも多分やらなあかんクエストがあったと思うんやけどな。ただ先にバンディットのパトロール車線やね。この辺で敵の車を10台やれというね、結構大変。どこに車が出るかっていうか、出てほしい時に全然出えへんのかね。ここか、出てるかな。続いてここ行けへんな。さてと、この周辺やったらまあ何でもええんやろうけどな。敵が出てきさえすれば、適当に倒せばええんやけども、似てるんか？あれはドリフト。ドリフトやった。あ、いっぱい出てくるからな、これもな。結構嫌なんだな、あれだ。追いかけられとるもんね。よりはまだバンディットの車の方がマシかな。全然出え出んな。これティナの爆弾みたいなね。するやっぱりな。この辺にも多分クエストが出たような気がすんねんけども、あれはドリフターですか？いやね。全然車なんか出てきいひんな。出てこなあかんねんけどな。近辺のはずなんですけども、あれはドリフターでっか。今映っとったのはこれだ。大したもん落としてないでしょ。いっぱい出てくるからな、かなわんな、こら。車が直らないとね、怖い。この中
にいてるのは多分違うんだよね、多分ね、赤い点はね。何かが、え、あ、来てる。違うあかんから違うクエストにしとこうか。電気ガエル？これか。はい、爆発した。ややこしそうな場所だけど、こっちか。ここや。爆弾を入手する。 OK、 ここで爆弾入手。ほいほい。高いな、こいつは。燃えろ。この辺は弾回復すりゃそれで OK。 言うことばっかり。 OK、 スカブライダー。ほほ、なかなか有望だね。どこや、爆弾。上か、上やな。登ってかなあかんでな。よいしょ。あ、引っかかった。引っかかってる。登りに行く。こんなとこはジャンプでは登れへんやろな。こっちで登ってかんとあかんねんな。されたじゃん。何すんねん。よいしょ。僕もまあ落としてるね。お、いっぱい落ちてますな。よいしょ。よし。オッケーだね。上になんかあるね。はい。あー、まあまあ売り取れないわもう。
車だいぶ登ってきたけどもやね。この上か。上か。ここまでは混んでるのか。ハイウェイに出たの。ここまでは来なくていいのかな。こっちか。もうちょい。そこ。ここ。あ、危ねえ。危ねえ、アコ。下まで落ちたし。最悪。また行かなあかん。難しい下手に飛んだら引っかかるのもあるさかい、ちょっと動きにくいね。とでこっちか。ここ通りゃ早かったやな。よっしゃ、爆弾を。次行くとこが、はあはあ、ひょっとして車で行かなあかんとこか、それとも結構登っていかなあかん場所なのかな。オッケーね。でまあ車に乗って。もう一回ね、読みとこ。はあ、はあ。登っていくんかな。この辺で降りなあかん感じ。オッケー。どっか登れる場所あるんかな。
リリス笑いまくり。この時のリリスは結構クールでバッドやからね。こっちかな。どっかここからいらんもんちょっと捨てていかなあかんかな。持てへんもんな。うわああ掛け音とか置いとかなあかんねな、この辺はな。アトラス結構強いんやね、カイロスのやつやな。そうや、タイフォン取るの忘れたかもわからんな。まあいいか。まあ適当に放っといて。ちゃうちゃうちゃう。入れ替えな。なんや。どれやったかな。これか。オッケーね。どうせ場所を見えないのかな。危ないね。登っていかんとはなってね。ここから登れる、ここか。こっから上がれそうやな。ここを登るのかい。いや、そんなことせんでもここから登れるな。よし。で、こちら側と。リリスの活躍はなかなかいいですな。スリーとかでね、その今親子やってるのに痛い痛い痛い、どこや。OK。 いいぞお前ら、やっちまえ。まだいてるね。とっておきをくれてやる。オッケー。で、まだ死にたいか。誰だか痛いのに合わせてやる。オッケー。ここか。ここに仕掛けろ。OK、仕掛けた。これ赤い点、これ車かなんかかな、下かなんかでな。これ飛び降りても大丈夫なやったかな、一作目は。降りてみようか。大丈夫やったね。車、あ、車、ドリフターかよ。チューンアップしようぜ。ほい。さあ、飛ばすよ。
ここや、こっちやね。これで送電線を、今仕掛けた爆弾を、あの辺やな、仕掛けたな、多分な。ピッピッ、ドカーンと。オッケーやね、これで。これはオッケーということで、走ってる車がある。ここか。ロードレイジ、これもやらなあかんな。これは場所がどこになる。はあはあはあ、回り込んだところの集落か。あ、でも、4体目ここや。まだ、もう試してない？副作用？オッケー。君の女性を満足させられるかもしれないのに、腫れ物の一つや二つが何です？さっさと、ここを試して、腫れ物以上のものを手にします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 いる気がする。いい弾幕を期待してるぜ。ここに来たことを後悔させてやる。ここか、はい、はい、オッケー。アテナの導火線、場所が違うよな。お前らこいつは最高だぜ。こいつも俺に超ぞっこんだしな。彼女の名前はチャズイミーナーなんだ。そうそう、ああ、よっしゃ、オッケーな。報告だ、こちらの任務は完了した。コードを手に入れたら前と同じ場所で落ち合おう。アテナアウト。で、アテナが、これがティーボーンジャンクションなのか。で、あとはロードレイジがここであるぐらい。あと4台の車の撃破。あ、4体じゃん。あと6体か。4体今まで撃破してね。この辺にいると割と出てきそうな気がするんやけども、あれは先から追ったドリフターですな。敵の攻撃は当たらない、こいつの攻撃がね。ドリフターばっかりが。こんにちはしてるな。車がいてくれへんからな、あんまりな。こうやねんけど。おお、出てきた出てきた、やったやったやった。5台。
とまあ、あとは適当にやっときましょうかね。総戦闘いつまでたっても終われない感じだもんな。まあまあこの5台は今度やっと。あと4台それはまあまあ次回に回すというか次回に回すあれも大変なので、裏でやっておきます。はい、今回はここまでということにさせていただきたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。よろしかったらまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。